いやどうも東海オンエアの哲也と、シュッ、早っ、ざわ、ちょっと来て、ざわ、なんかざわと一緒に映りたい。ちょっと待って、何もういいから、もうざわ、何もするの。まほちゃんのファンなわけですよ、その中学生たちも。その人がいきなり目の前に現れたのに、そのまほちゃんが、お前らうるせえと、動くなよ、ぶち切れます。動くな、理不尽なんです、完全に。だって人の家だもん。まほちゃんが今お邪魔してるわけですからね、ここに。なのに、いきなり破格なってんだけど。何結局ここ誰ん家なんだよ。誰ん家だろ。ユキ映りました。あっちゃう。なんで入れてみ。ここに、ここにちょっと注いで。ちょっと危ないから。で、揺らしたら、まほちゃんにかかっちゃう。わかってるよ。で、マジで、なんかしたら、まほちゃんにかかっちゃう。待って。え、待って、熱いよ、これ。熱くて。いや、待って全然待って、全然、いや、全然怪しいし。だって今だって熱いよ。マホトさんよ。はい。まあ、今まで散々ね、まあいいこと悪いことありましたよ。今もういろんな人にね、はい、東海オンエアマホトのおかげだと、マホトの腰巾着だと、はい、言われてますよ。すいませんでした。チャンネル登録よろしく。じゃあ終わっちゃうから。ああ、なんだ。あ、こんな感じ？まあこのそんな感じ。なんだ。わかるよ。それはもちろんマホちゃんのおかげでいろいろとね、登録者も伸びたし、おだ、俺らのことを知ってくれたよ。おだ。だけどね。おい。腰巾着っていうのは違うと思うんだよ、やっぱり。うん。まほちゃんの腰巾着としてやってるわけじゃない、俺らは。もう東海オンエアとして、そういう、もう、まほちゃんとは別の次元で俺らはやっているわけなんだよ。うん。二人ともこの壁に沿って立って、吸盤をこう。こういうとこもやっぱ、まほと家に舐められるとこあるんだよ。そうなんだね、ここね、こいつね。普通にプライベートで毎日毎日倒れていくんだよ。で、なんか9番壁に9番あれだした話だ。マジな NG なんだよ。さ、本当に全部切るからね。あ、やだ。お前もあったことない。パッと見めっちゃ仲いいからね、これ。一緒にお風呂入ってる。仲いい。危ないから。待って、やばいのが分かってんだ。危ないから。危ないから。あっつ、あっつ、鉄危ない。熱っ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 。絶対勝ってやるよ。もう腰巾着とは良かったね。ビューティーコロシアムの整形した後みたいなとこなんだよね。相手を引っ張って落としてもらうのかしら。 OK、 いきます。はい、よーい、スタート。あっ、あー、よーい、スタート。ちゃんとした言葉欲しいよ。言葉くれよ。私はあなたの腰巾着です。はい、ありがとうございました。ということでね、チャンネル登録はコンプリート。あー、もう、あっつ、マジで。まあ、お前もよく頑張った。まだ俺を越すのはもうちょっと早いみたいだな。すげえ格好つけた。いや、どうも東海のテンシャと白井と、どうもまたモトです。やっぱりね、YouTuber といえばこちらです。でーん。あ、あれやるんですか。ボン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 ってやるんですか。いや、ここの関係わからない。てか、なんで後輩が真ん中なんですか。あー、こう、そう、メントスコーラ。え、メントスコーラは何その。いやいや、今のサラです。やばくね、こいつは。ねえ、こいつ。え、なんで。あ、そう、巻いてんの。はい、チャンネル作って何日ですか。なんだ一週間。一週間怖い。後輩ですから。あなた、メントスコーラはやっぱ遠いもんだから。だってやってないでしょ、今のチャンネルで。やってないっすでしょ。いや、でもただのメントスコーラ出せるのはさすがにかわいそうだから、今回ですね。ちょっと美味しい。なるほど、ごめんなさい。
愛人入れてたっけ？あれ今反則した。今入れたよね。うん、基本的にルールを理解してないから。おお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 いや、でも無反応おかしくない？いや、無反応マジおかしいって。あはあバカだ。いや、どうも東海4A の哲也と柴井と姫丸です。まあ、あまりにもなんだ、あ、もうなんだよ、もうこの完全に隠す気のないこのゲスト来ますよから、ね、さっさと出てきてもらいましょうか、はい、じゃあ、どうぞ。いや、はい、どうも、はい、しゃ魚どもに行きたいみたいな。はい、サタナです。クソめ雑ですね。ありがとうございます。リーダーやってるシルクロードです。とメンバーのナモです。うるさい、うるさい。あっちやろ、こっちやろ。濃厚ブラウニーミックスとってやったらもううっとなるでしょう。普通にお前が出てるじゃん。どうしようか、探していこう。とりあえず哲也さんの鼻水の匂いがしめさばだから。もうさ、あの人のさ、風の匂いすごくないっけ。ちょっと待って、ちょっと待って。何？鼻から息出そうとすると、うん、出ない。は？理由がわからない。意味がわからない、日本語の意味がわからない。普通にない方がいいじゃない。いきなり家に突っ込みましたね。ここで洗ってんだ。あ、気づきましたね、今。あ、これはいけない。ナモ選手が、シルク選手の突っ込みを散らしてしまいましたね。これ、小ボケの声が。ちょっと待って。どうしてここで用を足そうと思った。テレビ見ながらうんこする機会あるか。いや、素晴らしいコンビネーション。勘だけどうしたの。取って。秘密の部屋。どうぞ。あ、てめえ。てめえ、これは大殺そうですね。これダメですね。遅いな、あいつ。そうですね。あ、見た。さあ、どうした。四つ目のキレボケです。あ、来たんだ。ダンソン。ダンソン。さあ、一緒に探してる様子。カレー来ました。文字通り甘いよ、こんなんじゃ。誰がやってんの、これ。ツッコミ。さあ、田辺選手どうです。うん、と。さあ、田辺。あ、落とした。てめえ、てめえ。こいつ本当にマジか。ボロボロに床に散らばってしまいましたね、バークーレンが。楽器する前にやっぱ格好大事だから、服好きっていうことで。もう関係ねえじゃん、マジで。うちら服でおしゃれじゃないってこと。服でおしゃれ。よし。よし。高校系4部で、ガス系4サークルですね。負けだよ。これは何か。1番。ちょっとこれ名前がヒントになってしまうので、名前言いませんね。こちらです。ダンディ、自分のうんって音をダンディって言う。
ていうの気づいたの。さあ、都心チーム。システム手帳です。それやん。じゃあ、もう早速いいですか、はい、じゃあ、行きます。スタンバイ入っていただいて。都心スタンバイそれ。都心それ、スタンバイ中。行きまーす。はい。書きなんだよ。超簡単じゃん。超簡単じゃん。いいな。アイサ楽しい。にしてはちょっと吹けてなかったけど。俺とダークの身長やばくない？大きみなんて僕から。Thank you.